ちょっといつもと入り違うね。違う。こっちは軽くない。じゃない。さあ今日はですね、ジンベイさん、はい。はい。今お昼なんですけど、今からですね、向かうところ、今回のコラボしてください玉大鳥現場向かいます。現場が黒田園芸さん。はい。黒田園芸さん来たか、ついにって感じですね。かなりね、メディアというか本がね、寄せ植え特に。はい、もう素晴らしい本を何冊も出してる黒田健太郎さん、今日は愛に生黒田健太郎さんと突撃する、はい、前にセブンイレブンのツナサンド今回はですねガチ園芸店、はい、潜入レポになりますんでよろしければご覧ください。さて到着しました、黒田園芸さんです、はい、初めて来るの楽しみですね、はい、うわ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 来ました、来ました、フローラ黒田園芸さん、はい、シンス1970、はい、で正面が駐車場ですね、はい、すぐ入れるようになってます。じゃあ向かいましょう。あ、発見、いました。こんにちは。あ、こんにちは。黒田健太郎さんで。そうです。おー、聞いた。ようこそいらっしゃいました。来たよ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 。亀くんがデンチャンネルファンの皆様、生フローラ黒田園芸の黒田健太郎です。おー、すげー結構興奮するっすよ。いや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 、興奮する。いやいやいや、これはすごい。いや、だって ほとんど出ないっすよね。いや、まさか出ないんですよ。で、まさか出ないっすよ。もうあの店員ですから、ただのここのお店の、ここの店員さん。店員ですから。いや、僕からするともう本の中の人なんで、それこそで。本当ですか。写真もやらしい角度で、正面の角度とかないじゃないですか。あ、俺の、俺の、あ、俺、そうですね。そう、が寄せ植えだとかはね、うん、ああいうのはもう作品ですから。寄せ植えは作品で、そう、自分はもうどうでもいいんですよ。たまに、たまに後ろに黒田健太郎ってこう写真とプロフィールがあるところの写真がだいたい斜め45度ぐらいがかって写ってるんで、だいたいこれぐらい。そうそうそうなんですよ。だいたい下向いちゃってるから。そうなんですよ。ちょっとこの角度でしか見たことなかったんで、はい、始めました。うれしい、ありがとうございます。じゃあ今日はどんどんと聞いていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということでですね、黒田園芸さん、まあ、園芸店ですよね、言ってしまうと。そうです、普通の園芸店。普通の園芸店、まあ、うん、なるべくこう草花多めですけどね。あ、やっぱなんか僕もイメージ本当 100% 寄せ植え師みたいな感じの草花の、はい、なんでなんかイメージも草花ばっかみたいな。そうですね、まあ草花多め、多めで。はあ、これで仕入れも健太郎さんされるんですか。仕入れ、仕入れはうちの弟がやってますね。あ、弟さん。うわー、すごいよこれ、品揃えと。苗がボリュームあるサイズの苗展開されてます。まあ、この辺はやっぱり一番売れるとこなんでね、うんうんうん、いいとこの株がね、ワンサイズ普通に売ってるやつよりでかいんですよ。 3.5 寸ぐらい、立派ですね。立派な株、これぐらいだとやっぱ花付きがね。そう、1個ですごいボリューム感、うん、そういうの ばっかと言ったらですけど、この辺全部そうですもんね。そうですね。うわ、なんかちょっと今日僕聞きたいこととか言いたいこといろいろ言っちゃっていいですか。どうぞどうぞ。あの、失礼なことあるかもしれませんけど、はい、はい、NG ワードとかね、聞いとけばよかったですよね僕には NG ワードないので。私もないので。ないですか。全然ない。あ、 OK です OK です。言っていいですか。言っちゃってください。僕なんか本当にイメージだけ先行してて、普通のパンジーとかがないのかなと思ったり、変わったやつばっかで、そのなんかノーマルっていうのかな、いわゆるパンジーっていうの。いや、もともとうち生産者なんですよ、まず。あ、生産者さん。はい、特にパンジービオラ生産者なんですよ。あ、生産をしてましたね。これでも普通のパンジーと思いきや、さっき言ったみたいに株が一回り大きくて、うん、花付きとこのボリューム感、これやっぱりならではっすか、この生産者ならではノウハウ。まあ今は全然作ってない、全部仕入れになっちゃったんですけど。あ、もうほぼ仕入れなんですか。全部。そうですね。ほー。で、弟さんがそれを目利きとか見て買ってくる。うん、すごいよ。なんかほっとしました僕。ほっとした。普通の感じのものもありながらも、もうさすがはっていう感じですよねこっからちょっとフリフリ系、フリフリ系でも、この辺もだってやっぱ株が大きいですよこれ、一回り、うん、
僕結構このフリフリ系とか変わった種類のパンジービオラの株で 3.5 寸ポットってあんまり見ない印象なんですよね。あ、そうですか。そう、僕の印象はね。でもここにあるやつの変わってるやつのほとんど 3.5 サイズのやつがあるんで、苗がすごいよこれ。1個で絵になるようなものばっかやもん、ほら。あ、それぐらい咲いてるといいですよ ねほらこれ一株よこれもりもりやんこれ。はあ、すごい。出た出た、これこれこれ、こういうの、こういうのでしょう、皆さん、黒田園芸で見たいのは。やっぱ写真とか雑誌でしか見てないですけど、やっぱこういう構造物でディスプレイされてる写真が結構多いじゃないですか。あれはお写真は店内の写真撮られてるんですか。まあそうですね、基本基本ここにある、はい、もう全部ここですね。全部ここほぼ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 、はい、じゃあもうほぼほぼフォトスポットみたいになっちゃってるじゃないですか。まあそうですね言ってしまうと、こういうのってなんか作るんですか。このこれはね、うちの社長が作りますね。うちの社長っていうと、うちの社長ということは私は父親、あ、お父さんが、まあこういうの作るの好きなんですよね。あ、大工さんみたいな仕事的な、はい、仕事が好きでこういうのを作るのは、うん、まあまあなのが作れるから。あ、クオリティすごいですよ。だってじゃあ今度こういうの作ってって俺がこうちょっと指示するっていうか。あ、描くんですか。絵でね、絵で、うん、こんな感じで、こんな感じ、うん、こんな感じでどうですかとそんなノリっすか、うん、感じなんだ。こんな感じいけますか聞いて、はあはあはあ、はあ、つって、はあ、まあスタートすると。マジっすか。そんな感じですね、どれもね。あ、でも結構思った通りぐらいのものができる。あ、できますね。すごい。俺の指示がいいのか。いや、お父さんのそのフィーリングじゃないですか感じ方によってやっぱそれもあるし、ね、うん、ケントロさんもやっぱそれでやっぱ全然違うものができたらやっぱねちょっと 困るというか。息子ですから許さないです。許さないですよね。やり直しみたいな、うん、まあ、一緒にねお手伝いながら。あ、ケントロさんも手伝う、うん、まあ持つぐらいですけど俺は。うーん、あ、本当にじゃあ現場支えるぐらいならできるじゃないですか。現場やるんすか。現場やります。へえ、すごい意外なことばっかり、うん、うわ、お父さんの力ね。こういうのってオープンガーデンの方のうちとか結構あるじゃないですか、うん、はいはいはい、ありますありますあります。結局ね、多分俺そこを真似してますよね。そこを真似してるんですか。逆にいただいてるというか、まあお友達もちろんいるんですよ。はい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 、そういう方んち見に見せてもらいに行って、あ、まあ全く一緒とはしないけですけど、はい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 、こういうのいいなみたいな、うん、それだったら面白いな。スタートです。スタート、うわ、それもなんか夢があるというか、一般の方々のやつを引っ張ってきてみんなが見れるところにこれやって、うん、でこういうのを作りたいなっていう人がまた持ち帰って似たようなとか、まあね、同じのを作って、うん、このなんていうかローテーションというかこのじゅんぐりじゅんぐり回ってきて、うん、すごい。もともとほらお年寄りが多いんで。ここあ、そうなんですか。まあ昔からね。あ、昔の地域的には、うん、やっぱちょっと座って眺めたいみたいな。あ、これもう座っていいとこなんですか。座っていいんです。こうやって座って眺めたいなみたいなね素晴らしい写真撮りたいもんねこれここの純平くんの笑顔ね。笑顔、ニコニコしてるよ。いいですね。いや、これレア映像よこれ。僕的にもちょっと永久保存。川面さん来たよ。川面くん来たよ。健太郎さん横にいるよフォトスポットで。でもここでも写真撮れるしね。そう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 、休憩エリアとしてもね。そう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 、活用できる。うわ、これとか来ちゃってるじゃん、うん、これそれは来ちゃってる木を使いましたね。これ来ちゃってる木を使う、うん、どこですか。ベースは新品を使ったんですけど、はい、見えてない柱なんかは、はい、あのそれ以外はボロなんですよね。ボロ、ボロいただいたんですよ、大工さんに。ボロっていうと端材っていうか、そういうことですか。そうですね、うん、捨てるもの。中古、あ、捨てるものを大工さんにいただいて、はあ、これそう、それで作ったんですね。うわ、だから作った時からボロいんですよ。いやいや、ボロいっていうか、あえてボロさを出してるっていうか、その なんて言ったらいいのかな、本当にボロで作ったっていうところなんですか、うん、そう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 。へえ、これもお父さん。これお父さん。くそ、かっこいいやん、これ。こう上の途端のさ、サビのこのやれ具合よこれ。そう、途端いいやつの上に錆びたボロいのを貼ってるからね。あ、そういうこと。あ、見えんかった見えんかった。あ、本当や、下まで屋根は穴も開いてないんですね。そうですね。あ、確かに確かに、これは新品だったってことですね。これボロを貼ったってこと。そういうことね、重ねてるのね、
色の重ね塗りとかはよくあるけど、こういうのも重ねてもおもろいですね。あ、この錆びたの貼っちゃうかみたいな。あ、確かに錆びたままだが使っちゃうともう本当に、うん、本当に駆逐になっちゃいますからね。一応水は漏らないようにはなってる。ならないなってるんですね。加工してあって、うわー、これしかもまだこれ途中ですか、ここ。そうですね、ちょっと工事中ですね。ね、今これからっていうエリア、ま、春には春に完成するエリア。はあ、逆に言うと何ですか、今まではここなんか違うディスプレイがあったとか。ここは普通のこういう花の売り場でしたね。ああ、苗売り場だった場所。そうですね。でこの小屋はね、あの一番奥にあったんですよ。一番奥、一番奥、隣にちょっと蕎麦屋さんができたもんで。あ、この隣にお蕎麦屋さんなんですか。蕎麦屋さん、はい、ができたんで、本当はそこにこの小屋があったんですよね、はい、お蕎麦屋さんのところにお家がこれがあったんですか。そうそうそう、だから庭的にはずっと向こうまであったんですよ。あ、敷地が狭くなったってこと。そうそうそう、狭くなった。あ、なるほどなるほど。この小屋がこっちに移設されて。そうですね。でちゃんとディスプレイ用にしようっていうところで場所を作って、ちょっと花壇ができてみたいなね。この辺にゲートでもつけちゃおうかなみたいなね。つけちゃおうかなみたいな。でこれちょっと低めな柵欲しいなみたいなね感じで。ああ、そういう感じ、まあ、なんちゃってですけどね。いや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 、なんちゃってっていうか、やっぱこういうの憧れるっすからね。これぐらいのコンパクトさはもういいっすもん、ちょうど、うん、ちょうどいい。やっぱりね、花壇欲しいんですよ。ああ、こういうちょっとしたね、うん、やっぱ、うん、うちのスタッフ的にもね、はい、やっぱほら苗売ってるだけじゃ分かんないことはやっぱありますから。確かに、実際植えてその過程を見てほしい。確かに、僕あのケントロさんのその本とか見ると、うん、まあ寄せ植えもちろんそうなんですけど、たまにこういう植栽っていうのも取り上げられてて、その植栽の感覚感じっていうのかな、わりかしとコンパクトなところで作られるじゃないですか、うん、そのリーフ使ったりとか、このサイズ感がね非常にいいっていうか、なんか現実味があるサイズ感っていうのかな、うん、広い庭って結構参考にならないケースが多いんですけど、そうですね、こういう草花買ってやってコンパクトにいいっていうのを表現できる感がすごいいいバランスの大きさ。普通のお宅大体まあこのこれぐらい、そうなんですよ、これぐらいなんですよ。ただちょっとあれじゃないですか、この S 字にしたりみたいな、こう、うん、動きを入れるテクニックというのかな、この S ラインね、うん、いい感じまあ、まあ、まあこんな感じでしょうね、やっぱりね。これはまあ私が暇な時に進めるので。あ、ぼちぼちとね、気長にお待ちください。あ、それもいいよね。なんか仕事でもういつまでやらんだかんがってスタッフやっといてじゃなくて、半分趣味でちょっとお店が忙しいともう完全に休むから今仕事忙しいからやんなきゃいけない。それ普通の家庭の人と一緒のスタイルですよね。休みじゃないとできないとか、だってできないんだもんっていうとこですかね。まあでも春には、あ、春にはねちょっと行きたいですよね。そうですよね、綺麗にしたいな。確かにこれめちゃ楽しみやんすか、ハリュー。これでも日中にやられてることあるんですか、営業時間中。まあ日中ですよ、これ夜中やってても。そうですよね、怖くないですか。いや、ケントロさんがやってるってことですよね、こうやって。あ、俺やってますよ、普通にお客さんおるときに。 いるときに。マジっすか、失礼しますっつってやってるやってるってなっちゃうね、これ。うわー、すげえ、いいなー、この感じと、あとケントロさんのノリ、ノリがいいっすね。なんかちょっと緩い感が、うん、すごくいい。カッコつけた写真ばっかりだからね。そう、雑誌とかね、ま、そう、ちょっと僕もね言わせていただいていいですか。はい。かっこよすぎるんですよ、あのちょっとね口を出すとか、なんかあちょっとあーっていう、なんかそういうこうなっちゃってるでも本当にこんな感じのスタイルだと思わなかったんで、いやいや、すごい親しみやすいなと思っちゃった。これも後回しにしてるとこです。あ、ここのエリア。よかったらどうぞ。うわ、すごいじゃないですか、これなんかジャンクっぽいような感じの。これ本当にジャンクっぽくなってるっすね。ここはどんな感じですか、前からある感じですか。前からありますね。ちょっとプミラがね。この辺もプミラも、うん、もう冬全部取っちゃうかな、これ。これは。もう普通にこれ巻いてるし、こういうところに。これがちょっとね、いい感じというか、ただ放置しただけというか。かっこいいよね、ここ写真撮ってもなんか放置したって言われてもね、絵になるよね、これね。はあ。じゃああれですか、
なんか僕本当に専属のなんとかマンだと思ってたんで、まあ、なんとかマン、寄せ植えマン、寄せ植えとかその施工するにしてもなんかずっとやってるのかなと思ったんですけど、さっき言ったみたいにその柱持ったりとか普通の園芸作業、園芸店としての普通の雑作業をやってるってことなんですよね。まあ好きなんですよね、園芸店の仕事が、あ、お店の全て全て、うん、だからレジもやりますよ。レジもやるの？レジやるし袋もチャッとこう入れますしね。どれだけ綺麗にこう袋入るかでこう分かる、綺麗に詰めれるか、詰めれるかどうかのね。店長やっぱりやってるやってる、スーパーとか行ってこうやってちゃんとカゴ写しが上手な人みたいにね、この子の中にどうやって綺麗に入れれるかの、ビシッと、ね、気持ちいいんですよね、うん、ちょうどいい箱が選べた時とか、あれも大好き、大好き、一緒。何でも作業は好きですよ、作業もしてね、こういうね、その中の一つが寄せ植えなんだけで、へえ、じゃあもう園芸店員みたいな感じ、値段付けとか大好きですよ。値付け作業、値付け作業バカインスタッフや。最後まで並べたいもんね、やっぱね、ビシッと、ビシッとね、綺麗にね、うわいいこと聞いちゃったな。あとちょっと全体的にここをざっとちょっと低いですかね。あー、それはよく言われますね。うん、なんか通常の園芸店ってもう1段階ぐらい高いような、これだとちょっと腰が痛いかもしれないですよね。アトル側がってことですか、うん、でも 見た感じがバーッとこう見えるんで、花がちょっとね、やっぱり上から見てほしいっていうか、うんうん、ここちょっと傾斜してたんですよ、もともと。あ、この床がこういうなってますね、確かに、うん、確かに確かに。でそこ通る人に綺麗にアピールしたいっていうことで、あそこなんかかなり低くディスプレイしてるんですよね。あ、見た時に傾斜を利用してこうわーっと開けるみたいに、あーなるほど、そんなスタートなんで、それが名残が、ね、名残があるんだ。あーすごい、分かった、それで低い理由が、気持ちいいもん、こうわーっと、ちょっと中にもあるじゃないですか、中にも、中は葉っぱですかね、リーフ、あ、セダムもある、うわ綺麗に並べてありますね。あーこれはだからこれが楽しいんですよ。これ、ね、結構神経質、うん、ピシャーと並べていくからね。これさ、わっ、これね、これね、ちっちゃいが、健太さん園芸店員の鏡、ラベルの向きとかね、手動いちゃうもんね、揃えたくなるんですよ、うん、ちょっと一個だけ歪んでるのは嫌っていうね、そうそうそう、ビシッといきたいんですよね、そう、職業病的な、さすが店長。いやいやいや、やっぱ気になりますよね、気になるから気持ちいいですよね、そうそうそう、ラベルも全部こっち向いてるみたいな、そうそうそう、ちょっと整列していただければね、綺麗に見えますよね。美意識高、綺麗だもん、このアーチ型とかの綺麗、俺がやったわけじゃないな、俺はあったわけじゃない、うん、これ綺麗やわ、他のスタッフで、ね、植物も綺麗だけども、これだけ見ても綺麗やん。リーフもすごいっすね、種類、種類増えましたね、種類めちゃめちゃあるっすね。これじゃあ弟さんがわーって仕入れてきて、うん、ケントロさんが寄せ植え使うとき、うん、わーってそのあるやつの中からもちろん使う、そうですね、まあ、指定してこれ買ってきてくれとかっていうのは、まあ、あんまりないっす、あんまりないですか、はい、もう本当に任せて、うん、これだけあったら十分ですよ、まあ10ケースあればいいのにね。こんな置かなくてもいいこんな置かなくてもいい豊富すぎて困っちゃうぐらいある。うわ、ここはここでまた多肉、あ、そうだ、僕買ったんすよ、多肉本、多肉ちゃんね、多肉の本何冊か出されてるっすよね、寄せ植えの本と、はい、3つぐらいあるかな、スタート本みたいなやつ、はい、僕印象がなんか草花の本当に印象だったんで、あ、多肉あるんだと思って一冊買って、で去年だからなんか最近は黄色いパッケージのっていうか、はいはいはい、あれもちょっと買ってみて、うん、ありがとうございます。いやいや、なんか寄せ植えで多肉で健太郎さんかってなんか結構ワクワクして、カーメンさんに読んでいただけるんだ。いやいやよ、いや僕ね、いや本当にお世辞言うつもりないんですけど、健太郎さんの本は6冊か7冊買ってるんですよ、その YouTube やる前から。うわ、あのね、なんだろう、いろんな寄せ植えやられる方いるんでちょっと語弊あってはいけないんですけど、いっちゃん好きなの。でデザインというか、なんつったらいいのかな、まあ、いろいろあるんですけど、なんかね違うんですよ。ありがたいです、なんか見え方が。ありがとうございます。まあ、作り方っていうのも、まあ、僕も一応作る知識があったり多少するんで、うん、作り方っていうより、あのなんか写真で本としてなんか見て、うん、寄せ植えこんなに綺麗なんだっていうのが一番こうグッとくるっていうのか、健太郎さんの寄せ植えはね、なんかが違うんですよ。
伝わりましたか。伝わります。伝わってますか。伝わる。これで多肉の寄せ植え出した時の多肉の寄せ植えもまあいろんなやられる方がいるんだけど、うん、やっぱそこにはなんか多肉の人たちがやってるやつよりなんかこう草花とか植栽の血が入ったなんか寄せ植え方法で作るんでなんかね絶妙なんですよね。まあ一個一個こうみんな綺麗に見せたいというか。あすごいなんかもうって感じでしょうかね。羨ましいというかなんだろうな。結構本当にカーメンさんに褒められちゃった。いやいや僕大したことないんで僕に褒められても調子乗ってるとなんかあれですよ。調子乗ってカーメン君に言ったらあいつに褒められてもダメダメって言われちゃうんで言っちゃダメっすよ。明日から帰っとこうかいやお苗もあるもんちゃんとたくさん多肉植物が。あ多肉も結構あれですか、ケンドロさんは好きな分野だったりするんですか。多肉もそうですね。多肉セダーも結構あるっすよ。この辺の仕入れも私ではないですけど、うん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 、スタッフとあと弟がやってますね。弟さん逆に弟さんはしないんですか、その寄せ植えっていうか。しますよ。あするんですね。もう俺と寸分変わらぬ素敵な作品を作るんだけど、はい、まあそういう仕事は私が出ると。おなるほど。じゃあ弟さんもちょっとあれだと気になるな存在的にうわいやはあ来ちゃったこれうわベンチ型ね、プランター。ベンチ型っていうかさ、この砂利を敷いてのこのスペースの取り方がねいいっすよ。まあお庭に植わってるみたいな感じもするし。そうです、それはあえてねこういっぱい植えないで。ああそういうことですよね。空間を見せるってことですよね、空きを綺麗に隙間取って。お庭やもんこれ小さい、ギュッと詰めるっていうよりはなんかここの空間で、またこのなんか色がちょっとさ、この色くるみたいな。ため息だよこれもう僕が女子だったらもうため息だわってなっちゃう。好きすぎ、バリエーションがめちゃくちゃあるんですよこの人。せっかくなんで今ちょっと触れてなかったんですけど、寄せ植えをもう見てもらったらかんすよね。もう寄せ植えは全部って言っていうほどケンドロさんがやってる。いやいやいや、あ違う方もやられてる。スタッフ、もうスタッフって言っても社員からアルバイトから、はい、全員やりますから。あ全員やるんですね。で全員私がちゃんと教えます。教えて、うん、うわっみんな上手なんですよ。いやこんな嬉しいことな、こう働きがいがあるよねケンドロさん教えてもらえるんだもん。ほらこういうのとかも大好き。これちいちゃなこれぐらいだったらできそうかなって思う。それぐらい可愛いですね。ねえこれぐらいちょこんと置いてあってもすごい可愛いし、なんか鉢に合ってればそれでいいんですよね。あーなるほどね、鉢に合ってればね。こっちもあるよあるよ。カゴも周りかしと使うっすね。さっきもありましたけどカゴ。カゴね、カゴっぽい、うん、カゴっぽいというかカゴ型。まあ、大体今結構雑貨でも販売されてるんですよね、ビニール付きで。あ中にね、はい、インナーでね。あこれもそう、こういうのもそう、うん、もちろんちゃんと穴を開けて、うん、そこには排水できるようにして。うわーこれ寄せ植えだけでも写真撮りためたいわみたいな。うわこういうのとか可愛いじゃないですか。これ誰が作ったんですか。これ俺じゃないです。俺じゃない、スタッフ、うん、スタッフ。すごいなスタッフスタッフすごい。かとあればこんなにこうボリューム感があるカゴ、もう買い物カゴみたいなぐらいな。バッグに植えちゃったぞみたいな。ねえありなの、うん、これビニールでできてるんで。あそうかそうか、それこそ腐らないですから。朝よりもね、うん、本当だ本当だ。シルバーっていうのがまたいいじゃんこれ。グレーが洒落てるよ ねこれがこれがいいやんやっぱり。うわあなんかあの写真って綺麗に写るじゃないですか、はい、写るというか、まあ、見せ方とかいろいろあるね、うん、あると思うんですけど、写真で見るのと現物見てちょっと違うって結構違和感覚えたり僕する派なんですけど、実物の方がいいですね。あそうですか。あの実物の方がよれるからね。そう立体感がなんか感じられると体感できるっていうのかな。サイズ感もやっぱりあるじゃないですか、
なんか写真じゃね、写真だと大きく見えちゃったりとか、逆にさっきみたいな小さいような可愛いやつ、あれのサイズ感が生で見れると、あ、なんかこれぐらいだったら作りたいと思う、これはね実物見てほしいですね。あ、ちゃんとここにも座れるベンチありますね。あーすごい、なんか言ってしまうとあれなんです、失礼なんですけど、そこまですごい広いお店ではないのかなっていう、そのね、まあ、広くないですね、すごい広いお店じゃないんですけど、椅子がそこそことあっちにもありますもんね、あのね、社長が作るのが好きだからどんどんもありますよね、どんどん作るからこれも椅子だし、あ、これもこれだって作っちゃうね。僕結構こういうちょっと座れる、しかもなんかお花の売り場じゃないですか、もうすぐそこか、疲れますからね、疲れる、適当に座ってもらって、休憩エリアはあっちですよって言われたりすると、どうなんかお花と離れてって、まあ、休憩エリアっていうところで、まあ、休憩するところが多いんですけど、なんか本当に買い物してちょっと座って、ちょっと休んで、でまたあれなんですよね、さっき言うは立つと低いっていう台かなと思うと、座るとすごいちょうどよくお花が疲れない目線に入ってくるんですか、奥まで。これはさすがお父さんやね、作りすぎた甲斐ありますね、お父さん。これもあれもそれもすごい。ほんでこれですよ、これ気になっちゃうな、やっぱり真ん中で寄せ植えとこの下の植え込みもされてるんですよね、これ ね、 そうですね、リーフちょっと、まあ、季節で植え替える感じですかね、一年草とかそういうのも、まあ、低木はそのままですけど、残しつつ、こういう変な話、こういうカラーあるじゃないですか、こういうカラー、こういうのもなんか、なんつったの、どういうニュアンスで決める、それもなんか参考にする部分あるんですか、なんか。やっぱ外国っぽく、あ、外国の写真だと結構ないですか、こういうの。ありますあります、赤い屋根、ありますあります、ちょっと奇抜、日本で言うと奇抜じゃないですか、でもなんかこう勇気がないっていうんですかね、なんかこうやる勇気がないっていうの、雑誌で外国はこういうの見たことあるけど、生でこういうリアルに見るっていうことはあんまりないんで、まあ、これもほら俺ん家じゃないから、ね、ちょっと飽きたら塗ったらいいんですよ、多分もう春色変わってるかもしれない言ってしまえばね、気分でも変えれるしね、手軽にね、あ、じゃあ結構まめになんかそういうなんていうんですか、色変えたりっていうのをするんですか。しますね、適当にいろんなものを、ほこんなんだってね、多分捨てるようなやつを直して塗ったって感じでしょうかね、これ。あ、そうなんですか。ほ、小物使いとかさ、なんかいろんなところがさ、センスいいっすよね。あれ、健太郎さんこっち塗ってないけど、あ、見られちゃった、これはだからあれですリバーシブルになってる、そう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 、うわうわうわ、こっちから見たら全く違う、そう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 、こっちから見たらさっきのちょっとポップな感じから一気にこうシックなかっこいい感じになる、イギリスのね、イギリスなんか田舎ですよ、面白い、この この角度で違うっていう、うわ、なんか聞きたいこといっぱいあるわ。ちょっとケンダルさん、僕喋りすぎじゃないですか、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。私の喋り大丈夫ですか。めちゃめちゃ好きあ、でも今日 初めて会ったんですけど、めちゃめちゃ好き。こういう YouTube で、ね、俺出ないから、出ない、そうなんで、あのさ、自分でも出ないんだから、そうなんです、出るのすげえ手だけだから、すげえ嫌なのかなと思ってあの絶対 NG って、まあ、得意ではないです。そう、得意ではない、得意ではないですか、うん、このくらいの緩さだったら全然いけると思う。なんか多分ね、もう本当に9割はダメって思って、一応、いや、だって自分のチャンネルだって出ないんだもん。カーメン君から LINE 来たからびっくりしましたよね、最初。最初はインスタでしたっけ。あ、そうです、ね、インスタの方ですね。あ、嬉しい。絶対偽物だと思ってよく言われます偽物アカウントってで、これ視聴者さんも多分結構聞き高いかなと思う内容が、はい、やっぱ寄せ植え系統の内容なんですけど、黒田さんの寄せ植え、花選びとかデザインってどっから始まるのかなっていうのがシンプルに気になって、から、あ、何から最初選ぶのかな、基準。最初お花選びますね。あ、お花から、うん、はあ、この花かわいいなで、そっからスタートですか、うん、ほう、だからこれをきれいに植えるためにどうしようかなって、うん、まあもちろん逆もありますけどね、この鉢に何植えようかなもありますけど。あ、鉢を見てね。そうですね、鉢の形とかね、形と質感とか、うん、それこれに植えたいっていうの。そうですね。え、そんな感じで行くんですか。そんな感じで行きますよ。
ほう、じゃあ全体的にもうこれ作ろうって行くわけではない。行くわけではないですね。一個一個合わせながらというか、これだったらこれがいいかな、あれがいいかなみたいな。そう、じゃあこれを主役にしようみたいなストック感じで、うん、どうしようかなみたいな。一個手に取って、うん、まあ大体3個ぐらいってちょうどいいですよね。あ、3株合わせて、うんうん、これでちょっと葉っぱを入れようかな。でその時にまあ可愛く植えるのか、かっこよく見えるようにしたいのか。なるほど、やっぱそれは同じ花を使っても周りのそのリーフで可愛いかかっこいい締まるのかっていうのを、うん、全然変わりますよね、うん、例えばこうシルバーリーフとかをピンクに合わせていくとやっぱ可愛く見えますよね。あともっと黒っぽいとか、うんうんうん、赤茶とか渋いの入れればまあちょっとおしゃれな感じですね、見えてきますね。あ、なんか意外だったな。もっと完璧にデザインされてから、あのそれこそスケッチとかなんか書いてからやるのかなと思ったけど。あ、そういう場合もありますけど。あ、そういう場合もある、もともと雑誌とか。ああ、うん、まあまあ本当にガチのデザインのあれっていうところで、ね、そうそうそう、リースやってプランター植えてとかそういう場合は軽く書きますけど、うん、なるほどなるほど。確かに旬なものとかその状態が綺麗なものってとつとつと変わりますからね、うん、これ使いたいと思ってもなんかあんまり状態が良くなかったり、その季節で合わせるのもないとかっていうのって結構困るんですよ。そうですね、そうなのでなんかやっぱ一番いい状態ののを引っ張ってきてから選ぶ飾り付けを。なるほど、ね、そんなのが多いですね。鉢で決めるパターンは何ですか。鉢いろいろあるところを見て。そうですね、プランターにするのか、うん、丸いのがいいか、うん、あるいはカゴがいいのか、あと鉢じゃないものの方が面白いかとか。鉢じゃないもの、いろいろですね。植えれそうなものであるか、植えれそうなもの、まあ、木箱でもいいしとか。ああ、ああいう箱をね、うん、プランターにして園芸用品じゃなくてもいいですよね。あ、確かに発想豊かっすね。でそれに飽きたら今度はペイントするとか。ペイントするって感じになってきますかね。あ、それペイントしたんですか。これこれ普通のブリキの。ああ、そうかそうか、よく売ってるやつですね。そうかそうか。ケンタロウさんとかも本当にいろいろ作ったりすると、プランターってやっぱ既製品なんで同じどっかで、あ、それはありますね。ね、毎回なんか被っちゃうのがだるくなっちゃうってなったら、やっぱこういうカスタマイズっていうの、これもそうなんですか。これこれも木のプランターで販売してるんですけど、うん、はい、ちょっと黄色くしちゃおうかなみたいな。ちょっと黄色くしちゃおうかな、こっちがちょっと青っぽいから、はい、黄色い方が可愛いかなみたいな感じですね。軽いですね。軽いな。軽いけどこういう黄色いこういう色のプランターなんかないっすもん。ないっすもんね、販売で売ってないっていうの、そもそも。でもカメ君なんか塗るんじゃないですか。いや、僕 塗ってほしいって思うタイプで。塗ってほしい、塗ってほしい。僕あんまりそんなにたくさんガンガン作らないというか、作ったりしないんで。さっきもおっしゃられたけど、何に植えてもいいとかっていうなんか自由な発想をもっと持ってほしいなと思ってて、うん、なんか汚くなったら塗っちゃいいじゃんとか、うん、別に既製品にこだわらずに作れるもんとかやれるもんで、園芸やってもいいよとか、やって楽しんでる人いるよみたいな。そうですね、そう、こういうのをもう本当に見せたいというか、販売してるものだけが全てじゃないです。買えばいいじゃんっていう。いいっすね、いいっすね。うわ、ここも店舗の壁、これレンガ、これね、これ温室だったんですよ、40年前の。温室、温室ってよくある温室。はい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 、わかりますよ。のこっち側だけレンガにしたんですよ、うん、レンガを積んだんですよ。これは壁になってるんですね、これレンガ。じゃあ、じゃあお金かかってるように見えてるけど、ここだけなんですよ。中はハウス。そう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 。まんま40年前のやつでやってますから。なるほど、全部レンガなわけじゃないっていう。じゃない。なるほど。あ、いい、めちゃくちゃいいですこれ。ハウスの飾りで、こういうところに寄せ植えを、小ぶりな寄せ植え散らしてね。これとかいいじゃん。これセレクトしたセットですか、これ。そうですね、これです。これで植えたらどうですか。ああ、ね、これバカいい。こういうの園芸ってあんま見たことない俺。こんなんさ、最高じゃないですか。うわ、いい色じゃないですか。いや、めちゃくちゃいいっていうか、ね、これが選べないんですよね、まあ、やっぱり。そう言われるので、うん、このコンパクトなセットめちゃくちゃいい。これ俺買って帰りたいぐらい。これ結構なんか揃わなかったりとか、うん、どうしよう、ああしようってすごい、あの悩むのも面白いっていう人もいるんですけど、うん、気軽にこうなんかよく分かんないからもういいっていう風になっちゃう方もいると思うんですよ。悩んで悩んで選んできてやめてこれにするっていうパターンもありますけど。これ見ちゃうとね、はい、確かに。ありがたいですけど。確かに。
もうこれだけフルコースでさ、健太郎さんが選んだ家財セットみたいな、これはいいよ、分かりやすいし、なんかもう完全にバランス取れてるもんね。ブルー系、色系である程度こうカテゴライズしてセットにされてるんですよね。まあ、プランターに植えても丸いのに植えてもまあいけるかなみたいな選んでます、ね、これはちょっと真似できるところはしてもいいんじゃない、これ園芸店さんもここまでできるか分かんないけどねできんか分かんないけどね。でもお客さんにとってはすごくいいと思うこれ。店内、あ、そうだ、ここハウスって言ってましたね。そうですね、40年前の40年前の温室、あ、生産されてたと。そうですね、今だとシクラメンとかポインセチアの時期。そうですね、鉢花系。そうですね、あと観葉植物と。あ、本当だ、資材って感じですか。資材、観葉植物もしっかりありますね。そうか、ダメだ、僕イメージ変えよう。ここは園芸の店舗ですもんね。と別に寄せ植え屋じゃないから、そういうことですもんね。園芸店ですよ本当に。飾りやすい観葉植物だとか、こういうインテリア系、そうですね、あと雑貨とね、雑貨系もあったり。うわ、こんなも こんなもんじゃないと。こういうのもなんですかこれ。これはアンティークのドアかな。アンティークのドア、こういうのなんか後ろにあって写真とか撮りたいですよね。そうですねこういうのとかすごい、こういうのが1枚あるとちょっとかっこよく撮れますよ、ね、かっこよく撮る。フォトスポットがガッとできる感じ。いろんなジャンルのものありますね。なんか観葉の、あ、観葉系の鉢ですかね、小さめの鉢、はい、陶器鉢とか。あ、ほらほら、手頃な感じの、手に取りやすいタイプですね。鉢があって観葉があって、わ、これなんすかこれ、これこれ、え、野菜の種あるじゃないですか。種うわ、なんかここで現実帰ってきた気がするな。園芸店だから。そう、園芸店に来た気がする、はい、ここでなんか見るともううまいに大根とかいやいや、全然野菜の苗も売るし。野菜苗やっぱり売ります。売りますよ。でもこれがあるってことは、まあ、やっぱ需要もこの辺ではある。この辺ではそうですね、畑でやる人多いですよ。ケントロさん、ちなみに野菜どうなんですか。やっぱいいですよね、季節季節で、ね、季節季節でやっぱいいですよね、植えとくとね。そう、あ、よかったよかった、本当に園芸店員だと思って。そう、ただの寄せ植え大好きじゃないんですよ、ね、え、うわ、一通りある。あ、こっちも資材もいろいろある。アイアンもあるし、用土肥料もあるし、薬もある。それあるよね。あ、これさっきのやつじゃないですか、これ。これベンチプランター。売ってるんですね。売ってます。うわ、これほら、ほらほらほら。色がいろいろしかもある。本当だ。ねえ。社長が。お父さん。バンバン作りますよ。バンバン作る。カラーもいいじゃんね、これ。だからカーメンレッドでお願いしますっていうか。レッド、ちょっと特注で作っといてもらおうかな。レッドね。あ、雑誌にもこれ出てるじゃん、これちゃんと。おや、高校じゃないですか、お父さんが作ったものをね、息子がね、植え込んでね、作品にする自分で言っちゃってるけどいやでも本当に親孝行、親孝行。でもね、何植えてもね、まあまあ素敵に見えるんですよね、うん、このなんか絶妙っすよね。裏がちょっと狭くて、こう前にこう、普通は四角形だと思うんだけど、うん、台形にこう、そう、一番最初四角だったんですけど、あ、やっぱりだんだんその角度変えたみたいな、うん、ちゃんとこういう構造にしたるんで植えやすいっすよね。全部四角だとなんかどういう風に全部詰めようかって考えるけど、やっぱ後ろはこれぐらいでいいんだとか、うん、前は結構ボリュームよくいけるんだとか。じゃあ一個ずつね、なんかいろんなもの入れても結構かっこついちゃうんですけどね。あ、一種類ずつ植えるみたいな、はい、まあ、背高いのとか、うんうん、中ぐらいの、うんうん、低いの、あと葉っぱもちょいと入れると、うわ、じゃあこれオリジナル一点物お父さんセットみたいなやつもいろいろ出てくるんですね。出てきますね、常時。これ以上ないと思いますけど。これ以上ないと思う。いや、わかんないですよ。いろいろ出てきそうですよ。これだ。来た来た来た。うちによくあるやつだ。本。こういう本。本。写真っていうか、なんかもうこれ素敵やんよね、これ。なんかしかもちょっと風景っていうのかな。ちゃんと背景が、あ、セットで寄せ植えだけじゃない見せ方っていうのかな。いや、でもこれはね、うん、俺の写真なんです、これ。は、どういうことですか。こうプロが撮ったんじゃないんで、この辺の2冊は私の写真なんですよ、ね、え、これとこれは私の写真。どういうことですか、私の写真って。昔ブログやってて、はい、
そこで使ってた写真たちを集めたやつですね、これね。あ、初期の本。初期。あ、なるほど、これ初期なんだ。それ以外は皆さんプロにやっていただきましたけどね。こっちはプロ。プロ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 。あ、この本って何冊ぐらい出されてるんですか。18。18からは数えてないかな。すげえ。いやいやいや。すげえ、18したってすげえ。前後だと思います。でも全部販売してるわけじゃないですもんね。もう廃盤とかなくなっちゃった。廃盤もありますよね、昔からのやつだったら。紙のだからね。そういうことですね、はい。新しいのはどれですか。一番新しいのこれかな。これですかね。あ、12ヶ月の小さな花のある暮らし、最近。これは春でしたかね。春。うわ、これよこれ。うわ。いや、うわ、ここはね、あのカレンダーで掲載してきたものを集めたものと、うん、なるほど、まあ、新たに撮ったものもありますけど。うわ、燃えるなこれ。燃えるやんこれ。へへへへじゃないけど。結構あれですよね、小花系のあれが素敵に。小花多いですかね。多い印象があります。なんかそこが僕結構小花好きとしたら、小花のある暮らし。カレンダー、これ。これカレンダーですね。来年のカレンダーですか。おー、小花系は燃えるよこれ。あー、これお庭や。これそうか、言われてみれば小花多いですね。ねえ、小花が素敵に使えるっていうか、なんか小花好きってすごい一定数。実はでかい花が難しいってことかな。うん、なんか難しさもあるかもしれないけど、でも小花可愛いですよね。あの単純に、まあ、でも遠くからこうアピールするんだったら大きい花、ね、大きい花をね、なんかちょっとインパクトとか目線をなると大きい花も欲しいかなと思うんだけど、やっぱ小花はねいいっすよ、素敵ですよ。はい、ということで黒田さん、ありがとうございました、はい、ちょっと、まあ、テンポザザッとですけど、はい、見させていただきました。でこの後ですね、ちょっとお時間いただきまして、もう少し黒田健太郎さんに近づいていってもいいですか。いいですか。はい、よし、よし、というわけでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけでここから先は黒田健太郎さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと対談というかお話の方をお聞きしたいなと思います。はい、今ですね、黒田園芸さんのこの店舗の方をもうザザッと見させていただいて、はい、でさっき話の中でなんか元々は生産の方、生産してましたね、がお父さんが生産、父母が両親、はい、両親がパンジとか苗の生産をしてて、うん、店舗ができたのはいつ頃なんですか。多分俺が生まれて10歳ぐらいかな。あ、じゃあ生まれて10歳までは全然こういう店舗もなくて生産ばっかりですよね。あ、なるほどなるほど。じゃあお父さんが小売店を始めるっていうところ、徐々に生産販売って感じですか。ね、あ、なるほど。生産してたものをちょっとずつ売ってこうみたいな時点 で、ね、うん、なるほどなるほど。多分だんだんお客さんの要望があって仕入れをしてちょっとずつこう種類が増えると。その時健太郎さんは高校あれですけど、大学とかはどんな感じだったんですか。大学は行きませんでした。まあ、農業の高校。あ、農業高校出身なんですか。はい、はい、でその後はね、やっぱり父親の知り合いの東京の菓子鉢屋さんで2年ぐらい働いてましたね。それはどういう、あの修行という感じなんですか。そうですね、いいとこあるよと、あ、見とくといいよとか。そうですね。それはお父さんからってことですか。そうですね。ああ、なるほどなるほどなるほど。菓子鉢屋さんで2年現場で働いて、はい、でそこからはここですか。そこからここですね。あ、そこからもうここでなんですか。ここじゃあ勉強っていう勉強はその農業高校。あ、高校では勉強してないですね。まあまあそうですよね。菓子鉢屋さんって言っても植え替えをしたりとかもありましたよ。どういうことですか、植え替え。都内の例えば原宿だとかのお店の前のプランター植え替えるとか、はい、あ、そういうことやるんですか。そういうのもやってましたね。あ、レンタルのあれだけじゃなくて、うん、あ、植え替えみたいなものもありましたね。じゃあそこで実務というか、うん、いろいろいじらさせてもらって。そうですね、まあ、そこで勉強したところもありますかね。いろいろ勉強して、はい、でここの黒田園芸さんの方に店員として入って仕事をされていく中で、今でこそ本当に寄せ植えなんかさっき18冊ぐらい本を出したっていうのがあったんですけど、何がきっかけでそんななっちゃったんですか。生産やっぱしてたので、はい、パンジービオラいっぱい作ってたんですよ、あの裏で。あ、はいはい、生産ね、はいはい、はい、そうですね。そうするとやっぱり売れる色と売れない色っていうのが出る、まあ、どうしても出るんですよ。販売店でももう青ばっか残っちゃってとか、うん、白ばっか残っちゃって、うん、よくあるそう、はい、でその売れ残った色で見本を作り、はあ、その売れ残った苗を売ろうと、はいはいはい、いうとこがスタートですかね。寄せ植えのきっかけが。そうですね、きっかけというか、うん、
不純？不純ではなくて、これはやばいと思って。いや、そう、分かる。でもね、すごい僕も販売店員なので、販売店の気持ちも分かるんで、なんとかして販売しないとやっぱりね、赤字になっちゃうし、ロスになっちゃうから、どうにかしてっていうのの、なんかやっぱり見本とかがあると売れる売れないって顕著に出るんですよね。そうですね、うん、お店で綺麗なものをみんな買うみたいな感じで、逆に言うとそれがあると歯抜けしちゃうっていう部分はあるんですけど、そのなんとかしてこの色売りたいなっていうので、何かに使いたいって、これを売りたいっていうのはすごくわかるんで、それが健太郎さんの場合はその色のこの子を使って引き立たせるための宣伝方法が寄せ植えだったってことですね。そうですね、単純にそれに葉っぱを合わせるとか、はい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 、レモン色が残ってればレモンにオレンジ色をちょいと足してとかね。お花の救世主だよね。残っちゃった子をどんだけプロデュースするかじゃないですか、結局は。そう、残っちゃったら悲しいですもんね。悲しいんですよ、その子たちもどこにも行けないし、なんとかね。そうで、鉢の限界ってあるじゃないですか、やっぱ店で置ける限界、うん、ポットのサイズもあるんで、ずっとその2ヶ月と3ヶ月も草花なんか置けないんで、黄色くなっちゃうし、なんとかして早くこう買ってもらって育ってもらいたいっていうので、残った子のプロデュース、プロデュース秋元さんや、秋元さんや秋元さんや、お花会の。まあでもそれやったら、うん、お客様がやっぱりこう、あら素敵となる。もう結果がすぐ出たんですよ。あ、そういうこと。結果がすぐ出たんです。はい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 、ということは、ああいいんだと、寄せ植えの方法っていうのはいいんだと、うんうん、この色を素敵に見せれば、はいはい、売れるんだなと思って始まった感じですかね。そっからスタート、うん、そうですね。面白っていうことはちょっと裏を返すと、うん、結構売れなかった色目が多かったんで、それをいろいろこうやって経験を積んで、それが今もそうですよ。だってこの辺で残ってるやつは俺に任せろと。バカすげえ、うん、最強じゃん。伸びちゃってるやつ、そう、見せ方、俺に任せろと、うん、うわ、見せ方のプロや。でもそれが変な話、売れたりとかお客さん喜んでくれたりすると快感ですよね、うん、快感です ね、 ねえ、冷蔵庫の余り物みたいな。それをうまく提供できたってことですよね、うん、美味しいと言わせれば、美味しいと言わせればマジシャンや。それかも、スタートはね、それね、うん、ただでもそんなことだけだとあんなに本を出すまでは至らないので、うん、やっぱそこにはセンスだとか、うん、才能だとかって僕はあるかなと思うんですけど、なんかそういう寄せ植えの本を見て勉強したとか、なんかデザイン本を見てなんかこういうのがいいのかなって、やっぱそういう勉強はされた。勉強っていうか、まあ、寄せ植えはすごいダサいもんでしたよね。そう、昔。あ、分かる、うん、そうです。今みたいにこんな華やかなね、そうそうそう、写真もなければ、なんかコンテナになんかチューリップと水仙とかパンジービオラがコンコンってあって、ゴールドクレスト真ん中にやってね。そうです、そうです、そうです。テラコッタに植えてとか、うんうん、それぐらいだったんですよね。そう、これぐらいしか見せ方もなかったのか分かんないですけど、それが寄せ植えみたいな。売ってる本がみんなそれだったんです。僕も見たのはそればっかり。でもそうですね、やっぱ切り花はやってないんですけど、うちは、はい、切り花の雑誌見るのが好きだったんですよね。やっぱり。あ、一緒ですか。僕は4年ぐらい切り花の仕入れをしてて、やっぱりその切り花ジャンルと園芸ジャンルって全然世界が違うんですよね。違いますよね。生産もそうだし、販売もそうだし、うん、使ってるユーザーも真逆のユーザーたちで、うん、リンクがどうしてもしなかったんですけど、うん、成果の本、それこそアレンジメントの本とか、うん、フローリストとかよく買ってましたし、うん、一緒じゃないですか。アレンジを見るのがすごくなんか憧れとか、すごい綺麗な空間で、健太郎さんのなんか寄せ植えはこれが違うっていうのが、なんかね、成果を使ってるかのような寄せ植えを作るんですよ。その色目であったり、その時の、うん、雑誌見た時もやっぱりそうですよね。あ、そう、やっぱりそうだ。もうだって全然違う世界、うんうんうん、色合いが、そう、色合いがやっぱそっちの成果の方がすごかったですもん、うん、すごいですもんね。その昔から進んでるというか、切り花は素敵でしたよね。素敵、もうこの成果、これこそ華やかなっていう、うん、フローリストってかっこいいと思って、そのだ、そればっか見てたんですよ。あ、こうやってそれで、あのなんか作り方とかフォルムっていうんですか、全体的なフォルムとか、使ってる花材とか、そのウェアのバランス感が、庭にあるガーデンっていうよりも本当にインドアのフローリストが作るような作品にすごく見えて、その親近感というか、そっち寄りにあの本が見えたんで、僕はあの健太郎さんの本をとにかく、その写真のこのあれで見て、あ、すげえなと思ったんです、これ、うん、
土付きのあれ苗でこんな感じのブーケみたいな、本当のブーケみたいな感じの作り方できるんだ、見せ方できるんだっていうのね。やっぱそれがやりたかったから、そうなんだ。ただやっぱりキリマンっていうのは素敵なバラがこう、バラ中心ですもんね、やっぱ年中通して、うん、素敵なバラはないじゃないですか、年間通してバラが一番ないですよね、うん、ガーデンでは。その時期が、うん、それを季節ごとに、例えばこの時期ならパンジーでできないかなとか、あ、そのバラの役目みたいなところを違う草花にこう入れ替えて入れ替えてを、うん、売ってる園芸のこの苗でなんかないかな、なんかあるものでやってると。色をちょっと考えたらちょっと似て見えると。あ、分かりました。なんかテイストね、うん、雰囲気をね、似たような質感とかフォルム、色の植物を変えていけばそんなに崩れないですもんね。そうですね、アイビーだとかも切り花だとこうね、素敵にこう、あれがいいんですよ、うん、あれ やるじゃないですか、うん、寄せ植えの、うん、長いの買ってこいっつって仕入れでもらって、この長いのをちょっと垂らしてね、あれがね、もうよだれが出るぐらい好きなの、あのつる系のやつを流れるようなやつ、ね、そう、下の床に垂らすとか、うん、植物の上にかぶせるとか、うん、そういうのって成果で当たり前にあったりするんだけど、うん、寄せ植えの回だとそんなにそこに上にかぶせるとか、うん、鉢に乗っけるは分かるんだけど、その下の空間にこうガーッといっちゃうみたいな、見てますね、見てますね、あの全体像がやっぱり好きなんですよね。使い方がね、うわいやらしいな、これやりたいと思うんだけど店頭に見るアイビーがこれぐらいしか短くて、短いですよねケンタロウさんのあれが俺やりたいのに、アイビー入れますって言ったらなんかちょろっと垂れて、うん、こういう風に垂れてって言うんだけどまあ今長いのが結構あるからそうですね、最近はいい時代になってきましたねなんかそれ向けになんか作ってくれるみたいなね、生産者さんが増えてきたっていうのも、うわーよかったやーって感じですか。あ、でも逆に言うとそれだけ、それだけじゃないですか。誰かのところ行って教えてもらったりとかはないですね。ない、自己流というか自分で、うん、ほらお店が好きだから、うん、一歩も出ないからあ、そうなんですか一歩も出ないからそうなんですか。あ、確かに豊富に何でもあるしね、まあ、あとはまあ昔見たなんか幼少のとかもあるんでしょうけどね、こういうのもそうかもしれないですね、うんうん、どっかにイメージとか頭にあって、うん、なんかこういうポッと入ってくるっていうことですよね。確かにこれを見ないと分かんないですもん、入ってこないですもんね。水色がいいなみたいな、ね、日本じゃないですもんね、なかなかねなんかやりにくい感はありますよね、うん、なんか憧れ感はあるけど、これやるとちょっと浮くかなとか怖いっていうの、やっちゃってから。そうですね、浮きすぎたらっていう。ほらさっきも言ったけど自分家じゃないからここはね、うん、遊びスペース、明日塗り替えちゃうから。いやでもやっぱ園芸って遊び要素が強くないと面白くないというか、面白さがないから、現実味ばっかり追求しててもやっぱりなんか楽しさを与えれないと思うんで、こういう遊び心があるスタッフさんが思いっきりこのいろんなものを使って遊んでるお店っていうのかな、これはちょっとお客さんは面白いですよね。そうですかね。いやそれを僕知らなかったんで、もうイメージであって頭にあって、もうなんか天才的デザイナーとかなんかそういう印象だったんで、ただなんか余り物でこうやってるとかそういうのがなかったんで、今日なんか今聞いて楽しいだろうなと思って。だって楽しいですね。売れ残ってるものがあると苦痛ですよ普通。でもなんかこれ来たね。でやっぱ可哀想なんですよね。見ててね、これだけ残っちゃってね、うん、で新しいものが入ってきてもやっぱこっちのずっと残っちゃうんですからね。そうそうそう、あるものが古いのなんとかしないとね。そう、これをなんとかして、でそれがバーッと良さを築いてもらって、なくなった時の爽快感って引っかかったなみたいなまあでも全国の園芸店のスタッフの方々がみんな思ってることじゃないですか、うん、そう思ってる。であえてやっぱ売れ残るってことは一般の人が使いにくいんだっていう象徴のものが、うん、こうやって使えばめちゃめちゃこの色のこのパンジーっていいんだっていう使い方の幅が広がるんで、まんべんなくなんか、あ、これはこういう風にいこうっていう勉強にもなるし、なんかすごいいいスタイルになるなと思うんですね。合わせ方次第ですよね。合わせ方の天才っていうか、いいですね。売れなかったものを使った結果が本18冊まで行ってしまったっていう、行っちゃったっていう、もう打ち止めですよ。もう一度目、もう俺のネタなんて5個ぐらいしかないんだから。何すか5個ぐらい。5個ぐらいこうネタがあって、はあ、それをこう回していってるだけだから。ああ、そういうのがあるんですか、基盤のネタが。丸いの、四角いの、ああ、鉢の壁掛け、ああ、そういうこと。
その中でどういう風に、そうそうそう、それ最後はもうしょうがないから色塗るっていう蜂のネタもねだんだんなくなってくるからやっぱりそうですよね、そうそうそう、カスタマイズしてオリジナリティを出す、色塗っちゃえば分かんないですよ、分かんないっていうか、あよかったっていうのが黒田園芸ですね、うん、というのが今のスタイルの黒田園芸、うん、ほんでやっぱ弟さんもバックアップしてもらってて、うん、いろいろ苗ね、まんべんなくいい苗仕入れてくれて、ね、お父さんも現役でいろいろ作ってくださって、うん、発注すれば作ってくれる発注すればでも言ってしまうのは本当に家族経営じゃないですけど、まあ、ね、ね、うん、アットホームって言えばアットホームなんですよね、そうですか、アットホームですよ、お父さんね、兄弟でどんどんこう進化してるっていうのかな、これ親孝行してますよ、最初はね親孝行親孝行と思ったけど、はい、もう楽しんじゃってますから、みんな楽しんでますよね、うん、それぞれの分野で、そう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 、これはちょっと今後も楽しみですね、本当ですか、楽しみ、ちょっとまた来ていいですか、もう月1で土日に来てもらえばさあのレジ入れるよ僕、あじゃあダブルレジでどうですかこれもうレジ好きなんです、レジとか根付けとかめっちゃ早い、めっちゃ早いめっちゃ早いですよ、確実につけますか、確実につける、曲がってると直すからいいの、いいスタッフだというわけで、あのまた今度黒田園芸さんであのアルバイトに来させていただくという企画をちょっと立てたいなと思いますので、いつかぜひ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、で健太郎さん、はい、あの黒田園芸さんの方でも、YouTube やっております、やってますね、はい、寄せ植えの作成、寄せ植えを作るところを流してる感じです、ね、あれは健太郎さんがやってますよね、私やってます、手やってるんだけど手だけだけですけど、手だけ、うん、素敵なこの写真でできるような寄せ植えを実演で動画で、うん、あの作ることができるチャンネルが何ヶ月何年ぐらいやられてる、1年経ったぐらいですかね、1年経ったぐらい、はい、定期的に出されてる、今一生懸命やってます、今一生懸命やってます、うん、はい、よろしければ概要欄の方貼っときますんで、この方が作る寄せ植え見たことない方度肝抜かれますんで、ありがとうございます、はい、よろしければ見て登録の方もよろしくお願いします、ぜひお願いします、はい、というわけで今回のカーメクガーナイツネルはフローラ黒田園芸さんに突入潜入しました、そしてスペシャルゲスト黒田健太郎さんでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、カーメクガーナイツネルはこのようにやっぱ気になる園芸店とか気になる方にどんどん突入していきます、よろしければチャンネル登録ポチッとお願いいたします、あと健太郎さんファンはかなり多いと思います、コメントの方を募集してますのでどんどんください、というわけで黒田さん今日一日お時間いただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。